新聞の見方。私たちがこの YouTube チャンネルを通して読売新聞の記事をの中でこうネットニュースにはならないけど、はい、興味あるよねっていうものをどんどんと掘り下げていこうというコーナーになっております。タイトルは競争激化キロの100円ショップ、うん、はい、沢口さんは行きますか、はい、100円ショップ大好きです。大好き、結構頻繁に行ってます。すんごい笑顔、もう見てるだけで楽しいじゃないですか。だっていやそうですよね、なんだろう、楽しいんですよね。楽しい。物がものすごく多くて。しかも、まあ、その値段をあまり見なくても、うん、心配、お財布の心配がないというか。それはあります。うん、なんかもう個数を数えるだけでいいですからね。うん、でも最近ちょっと300円のものとか500円のものとか1000円のものも売ってますよ、ね。そう。でもそれってのもやっぱり安心なんですよね。ね、ええ、品質もいいですしね。そう、びっくりしますよね。もちろん100円ショップ自体って、まあ、沢口さんとちょっと世代が違うけど、うん、私がもう中学生ぐらいの時からあるわけですよ。はい、でも今のものとやっぱ比べると耐久性であったりデザインですよ。そうですね、これ格段に上がりましたよね。選べるっていうところがありますもんね、うん、デザインとかも含めて。そうだって逆に100均の方がいいじゃんっていう人も結構いるでしょ、うん、なんか以前は結構使い捨てみたいなイメージもあったんですけど、はいはいはい、長く使えるし可愛いものを選べるっていう、ね、うん、嬉しさがありますよね。これね、先々週ですか、妻とまあ、ちょっと引っ越したばっかりなんで100円ショップ行きましたよ。どれぐらい買ったかな、お会計をしたら5000円分ぐらいになってましたね。収納用具とか、あと掃除用具、めちゃくちゃ充実してるじゃないですか。でも100円大体だから40点以上ぐらい、うん、ぐらい買いましたからね。結構買いましたね。カゴを2個半ぐらい。へえ、はい、まあ、でもそれぐらい買いたくなるぐらい本当に商品揃ってますもんね。本当にお財布の心配をせずにもうバカバカ買える。ね、私結構化粧品も見たりしますよ。なんか女性最近多いみたいですね、うん、そうなんですよ、まあ、ファンデーションとか結構これ100均で売っていいのっていうぐらい豊富ですし、うん、あとはこう眉ブローとか、はい、正直違いがわからないぐらいいいです。夫の立場からしたら安心です。高いもの買わないで、ね、いや、まあまあまあ欲しいものをね買えばいいですけど、そうやって、まあ、安くて品質の良いものが出たらそれは安心ですよ、はい、ね。だから競争が激化している。だからそのね、値上げ、まあ、ラッシュですけど100円均一ってもう目打ってしまってる以上、ね、なかなか上げにくいっていうところですね、まあ、いろんな情勢で原材料の高騰なんか言われてますけど、まあ、もろにでもやっぱり影響を受けるものですよね。プラスチック製品も多いですし、大変ですよね今だから。特に確かに、ただそれで品質を落とすんであれば、やっぱりもともと100円なので全然そこに10円20円積み上がってもそのレベルを維持してくださるのであれば私はいいと思います。私もそう思います、うん、だって現に300円500円ってなっている商品見てもいいなと思ったら買いますもんね。買う、うん、買う。あ、500円ラッキーっていうの結構ありますもんね、うん、なんでこうやったんだろう。500円で、あ、これ500円なのっていう商品がいっぱいありますもんね、うんうん、だからね、まあ、今は企業努力で100円でいろんなもの提供してくださってますけど、うん、難しいですよねこの判断って、うん、ただやっぱりその100円ショップってなんていうんですかね、日本のレガシーというか世界から見ても羨まれるものじゃないですか、うん、もう観光客の人もバカバカ買うわけで、うん、もう日本のなんていうんですかね、本当に文化というか、うん、いいものとして、だからそれを残すのであれば我々消費者もしっかり企業努力などを見て少しやっぱ値段が上がるんだったらもうそれはしょうがないと受け止めて、もともと安いんですから、うん、まあ本当に大変な中でもどんどん店舗数は増えていってますもんね、うん、だからアフターコロナで例えば外国の方がもっと日本に来た時に、うん、日本ってこんなにいいものがこんだけ安く売ってるのって言ってもらえたら嬉しいですよね。いやもう日本の文化ですよ、はいはい、日本の文化ですよ。2回目いただきました。我々消費者もねやっぱりそれを考えてしっかり購入しなきゃいけないなというふうに思いました、はいはい。